気になるな。裏デッキに行ってみよう。カローンや各地にいる協力者たちは。トルガル、カローンが心配してたぞ。何を見ているんだ？そういえば、この足の飾りはいつから？シドがつけたんだよ。初めて隠れ家に連れ帰った時にね。シドが？この子が来たばかりの頃は自分の前足を噛む癖があったんだ。見かねたシドがそいつを無理やりはめたのさ。トルガル、どうして？語り部によれば、マロってのは一度主を定めるとそばを離れたがらないものらしい。あんたと離れてしまったことに心が耐えきれなかったのかもしれないよ。外してほしけりゃてめえで探し物を見つけてみろってよくシドがトルガルをからかってたもんだけど、まさか本当に見つけてくるとはね。そうだったのか。すまなかったな、トルガル。よし、そいつを外してやろう。おや、存外気に入ってるみたいだ。そうか、これはお前にとってシドの形見でもあるんだな。なんだ、外へ行きたいのか？やっぱりどこかに行きたがってたんだね。私の思った通りさ。俺なんかよりずっとトルガルを分かってる。そりゃそうだろう。この隠れ家で一番面倒を見てるのは私なんだから。カロン、ありがとう。いつもトルガルを気にかけてくれて。この子はおしゃべりじゃないから気が楽なだけだ。ほら、さっさと行ってやんな。たまにはトルガルに付き合ってやるとするか。それでトルガル、どこへ行きたいんだ？困ったな。それじゃわからないよ。トルガルの行きたいところ、お前が裏デッキで見てたのはロザリアの方角だったな。そうだ、久しぶりにあそこへ行ってみるか。俺たちの秘密の場所、ロザリス城が見えるあの離れ小島に。よし、決まりだ。なら、まずはポートイゾルデに向かおう。近くの桟橋で船を借りなければ。
さて、この小舟を借りるとしよう。トルガル、島に渡るぞ。昔は抱えて乗れたが、今のお前じゃ船がひっくり返りそうだな。冗談だよ。あの頃のままか。秘密の場所があるのは島の中央だ。この道をお前とよく競争したな。鳥の巣か。ここは俺たちの秘密の場所だったな。ここにいる間だけは解放されたよ。立場、力、責任、ただの子供でいられた。あんな姿を見せていたのはお前だけだ。トルガル、もしかして城から？フェニックスゲートも。これをお前だけで。それは俺の。まさか。ずっと探してくれてたのか、俺を。ありがとう、トルガル。暗いブロズフィールドを忘れずにいてくれて。こいつは持って行こう。思い出を忘れないように。この先からロザリス城が見えたはず。そうだな、あの丘に寄って帰ろう。この先だ。トルガル、お前は俺たちの思い出を守ってくれてた。だから今度は俺がお前の
みんなのこれからを守る番だ。さあ、帰ろう。俺たちの家に。